北海道北東北の縄文遺跡群世界遺産登録推進フォーラムをご覧の皆様、本日は誠にありがとうございます。縄文遺跡群世界遺産登録推進本部長の青森県知事三村慎吾です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、例年のように東京の有楽町朝日ホールでのフォーラムを開催できないこと、また直接皆様にご挨拶を申し上げられないことは誠に残念でなりません。しかしながら本年は北海道北東北の縄文遺跡群にとって大事な勝負の年であります。こうした状況の中にあっても、より多くの方に縄文遺跡群の魅力をしっかりとお伝えしたいとの強い思いから、今般ウェブ配信によるフォーラムを実施することといたしました。北海道と青森県、岩手県、秋田県の北東北地域には縄文時代の日本最大級の集落跡である特別史跡三内丸山遺跡や、大規模な記念物である特別史跡大湯環状列石をはじめとする貴重な縄文遺跡が所在しており、これらは我が国の歴史と文化の成り立ちを知る上で欠くことのできない重要な文化遺産でもあります。北海道北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けては、昨年9月にユネスコの諮問機関であるイコモスによる現地調査が行われ、いよいよ本年夏頃の世界遺産登録決定が待ち望まれます。今般配信するフォーラムでは、世界遺産の専門家等による対談や各構成資産からの最新情報を皆様へのメッセージとしてお届けいたしますので、世界遺産や縄文遺跡群に対するご理解を一層深めていただきますとともに、世界遺産登録に向けた取り組みへのご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ、私からのご挨拶をいたします。よろしくお願いいたします。